皆様おはようございます。こんにちは、クロマティさんです。クロちゃんです。And welcome to クロマティチャンネル。Today 本当にね、ね皆様本当にねスペシャルゲストね、私は友達ね、本当にね知ってる ？OK。セントラルリーグね、パーリーグ一緒に OK。バックナンバーね、22、5番、7番、知らない ?OK。監督は、星野さん、野村さん、知ってる知らない ?OK、ラストね、ヒントよ。ファラーリ大好きよ、早いね。ファラーリ、ランボギーニと本当にね、大好きね、早いよ。知らない ?OK。皆様、お願いします。スペシャルゲストね、クロマティチャンネルね。すいませんね。すいません。お願いします。山崎さん、お願いします。はい、どうも、クロマティさん。こんにちは。久しぶり。おね、あの、ちょっと日本語、ちょっと、ダメね。私、いいですか大丈夫よ。頑張るよ。大丈夫、ね、Thank you very much for coming to the show today.あの山崎さん、あのはい、名古屋ホームタウンね。はい、そう。名古屋大好きね。ねえ、そうですね、ベースボール、あのドラゴンズの試合でね、そうですね、そうですね、あの食べたね、あのうなぎ丼大好きね、名古屋すごいよ。うん、おいしいよ、うなぎおいしい。おいしいよ。あの、納豆嫌い。No, thank you. 納豆美味しい、美味しい、美味しい、美味しい。No, thank you. ダメ？ダメ？No, thank you. か。ね。うなぎはライクか。そうですね。ね、ね、あの、OK、スタートね。ドラフト。ね、ドラゴンズドラフト、1986でしょ？はいはい。はいはい。ナンバー2ラウンドね。あの、ドラゴンズ、you happy? Or Giants, you? What, Giants? どうしてのクロマティさん知らないと思うけど、ヤマはジャイアンツファンだったもん。あ、本当に？ジャイアンツファン。Yes。ジャイアンツに入団したかったもん。そうね。マネージャー誰マネージャー、ジャイアンツマネージャー。マネージャーの、ジャイアンツのマネージャーはその時は王さんだったかな、ドラフトの時は。王さん。王さん。で、ジャイアンツに入団したかった。でも、一番ドラゴンズがノーサンキューだ。ドラゴンズナンバーワンノーサンキューだ。ジャイアンツ一番。あの、アイドルはあのジャイアンツアイドル誰？ああ、やっぱ原監督だね、原監督。原さん。お、原さん！原さん。本当に？ええ。どうしてんの、原さん。どうしてんの？いや、原さんかっこよかったじゃん。ああ、OK です、OK です。あの、右バッターだったし、ああ、あの、たくさんスター選手いたけどね、まあ、スター選手だったけど、本当にね、原さん大好き。ちょっとぶっくりね、本当にね、maybe 王さん、maybe 中島、原さんね、ぶっくりよ、私。そうそうそう。王さん、長島さんは、あの、スクール時代の、はあ、何だったっけ、小学校は何だったっけ、小学校時代の時に、おう、長島だった。あ、OK です。わかった、わかった。だから原さんだったね。ねえ、山さん、あの、バックナンバー、3バックナンバーでしょ、あの、うん、22、はい、初めて、ドラゴンズでしょ。そう。あの、あとで、5番、あの、はい、誰オリックストレードで5。あ、oh, OK で5でしょ。で、楽天で7。どうしてバックナンバーちょっと反対。バックナンバー誰大好き ?7 番、5番、22番誰、誰、一番やっぱり、7はね、ライクだね。あ、oh, 7番。そうですね。なんでかっていうと、7番、ラッキーナンバーね、7番。ラッキーナンバープラス、前さんが、ネームが7っていうの。7。そうですね。7ちゃん !7 番に。
な変えたの。よろしく、ヤナちゃん。オッケー、ナナちゃん、よろしく。ナナちゃんで、セーブナナでチェンジ。ああ、そうですね。そう。ねえ、そう、あの、ホームランキングね。はい。あの、セントラルリーグ、パーリーグね。うん。一人は、一緒にトフィー・ローズ、落合、はい、でしょ。はい。本当にすごいね、あのホームランキングね。よくゴルフコースね、あのドジャースね、うん、ゴルフコースね、うん。バッティングは、あのパワースイングね、うん、Did it help you playing in the golf course league? ああね、1年目にあのアメリカに留学させてもらったんだけど、その時には正直、何もできなかった、アメリカで。やっぱりレベルの高さで、やっぱアメリカベースボールハイレベルだったから、全く試合にも出れない状態だったので、すごくね、あの、辛い思いしか実はできなかったんですよ。でね、あの、バッティングを教えてもらったんだけど、やっぱりジャパニーズベースボールとアメリカのベースボールって全然違って、多分クロマティさんも分かってると思うけども、アメリカはハンドを使いなさいってよく言うんですよね。で、日本の野球は足を、下半身を使えっていうふうに言われるのが、すごくそれで悩みましたね。どっちでやっていいのか。うん、パワーヒッティングね、ちょっとテクニックでしょ。アッパーバディはでしょ。あの橋一緒にでしょ。He must use both legs. アッパーバディ and バディ、ローバディでしょ。もう当然ね、やっぱり足も手も使わなきゃいけないっていうふうに思うんですけども、やっぱり、あの、日本人は外国人に比べてパワーがないですよね。その分やっぱり下半身のなんていうか、こう移動を使いながら打っていかないと遠くへ飛ばないので、この辺がやっぱり外国人と日本人のもう決定的な違いですよね。だから足止めて腕でドーンって外国人は打てるけども、これ日本人パワーがないからできないね。So now you will recommend young batter to use upper body as well as lower body when you becoming a power hitter でしょ？そうですね。やっぱり足をうまく使って、この手ですよね。手を上手にやっぱりこうなんていうか、止めて打つんじゃなくて、少しやっぱ動かしながら、こう柔らかく動かしながら体重移動させて打たせるっていうことを、まあ僕たち子供たちにも教えてますけどね、うん、なかなか止めてドーンと本当は究極で打ちたいんだけど、それができない分やっぱり、じゃ、あの、足と手をうまくこう移動させながらしてあげるのがいいんじゃないかなと思って教えてますね。1996ね、96ね、はい、あのホームランね、39でしょ。はい、ねえ、すごいね。What happened? 元気ね。いやーね、9年、僕ね、8年間マイナーリーグ行ったの。8シーズンマイナーリーグ。で、9年目で1軍にちょろっと半分ぐらい試合出て、あの、96年、松井秀喜とホームランオーバーストしたんですよ。96ね、キャッチャー ?No, no, no, no.レフトフィールダー。そうね。So maybe you're starting. キャッチャーリリースされた。キャッチャー。You 大丈夫よ。キャッチャー。キャッチャーリリースよ。キャッチャーおたくさんシンキングでしょ。アウトフィールドノーシンキングね。フリーでしょ。ディフェンスの練習ばっかりしたね。ディフェンスばっかりでバッティング練習させてもらえなかった。その分、なんでバッティングさせてくれないんだよってずっとこうもやもやしてやってたんで、それで8年間やってましたからね。うん、その分こうなんていうか、バッティングの練習させてもらえなかった8年間。When Choda stole five bases in one game でしょ、steal five base、Choda さんでしょ、カップでしょ、five bases と、あとで、you ちょっとキャッチャー、you finish ちょっとOut the field, でしょ。そうそうそう。Did you get discouraged? Were you disappointed? Did you think your career... What was you thinking? あのね、これ面白くて、ずっと僕、あの、キャッチャーもやりたくなくて、
した仕方がなかったの。もうとにかくポジション変わりたいと思ってて、その時に正田さんに5盗塁された時に、実はやっとこれでクビになれると思ったんですよ。これで星野さんがもうお前はキャッチャークビだと、だからお前違うポジション行けというふうに言われるのを期待してたんですよ。そしたらもう1年キャッチャーされたんですよ。僕ね、クロマティさんにね、一つ言いたいことがあって、キャッチャークビになったのはクロマティさんのせいもあるんだよ。知ってる？星野さんが食うてんだよってお前なんすかってね、めちゃくちゃ怒られて、後ろでバチ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 って言ってる。本当にごめんなさいね、ごめんね、ごめんなさいね。 See you the next time here on Kuromati Channel。 気をつけて。